私。ごめんなさい。え？私が勝手に課題曲でアドリブなんかしたから、審査資格を。皆さんにどうお詫びしたら。いやいや、何言ってんの。どう考えても今日一番のファインプレーに決まってんでしょ。うん、レイちゃんのおかげだよ。そんな、私。てか、ごめん。今日完全に私のせいだよ。課題曲のところの流れ注意しようってあれだけ人に言っといて、すっかり忘れて舞い上がっちゃって。そもそも瀬取りの組み方から間違ってたよね。いや、あんだけ盛り上がるなんて思ってなかったからさ。違うよ、真帆ちゃん。私が真帆ちゃんの話をちゃんと聞いてれば。私も今冷静に考えたら、いくらでも映像でフォローする方法はあったなって。正直、私も大きいステージで緊張してたのよね。悪かったわ。いやいや、十分だって。あの時とっさに流してくれた対応、すごい良かった。あれ、準備してたの？え、何それ何それ。私もわかりません。何か流したのですか？ふふん、こんなこともあろうかと。まあ、でもあれだよね。こういう結果にはなったけど。はい、今日のパフォーマンス自体は不遜ですが、今までにない高みに達していたかと。時が悪かったってことでしょ。残念だったけど、この先いくらでもチャンスはあるわよ。うん、会場にはおじいちゃんユニットもいたし。いや、だから先すぎるでしょ。今日楽しかったね。私、今日がずっと続けばいいのになって思ったの。リンク。うん、私もそう思う。みんな、本当にありがとう。とにかく結果を受け入れて、次につなげよう。それじゃあ、今日は解散。でも、本当惜しかったね。はい、でも良い経験になりました。いや、しかし例のあれにはびっくりした。おやつのおにぎり食べるの忘れてた。帰る前に食べてこ。あ、ベンチ。よっと。おかかからにしよっか、ツナからにしよっか。隣座る？うん。あ、ムニちゃん、おにぎり食べる？おかかは今私がかじっちゃったから。さっきのパフォーマンス、よかった。ん？よかった。真帆もレイもすごいよかった。でもリンクが一番よかった。ムニちゃん、心配してくれてるの？ありがとう。私大丈夫だよ。次、頑張ろう。嘘、違う。え？全然大丈夫なんかじゃないわよ。だっておかしいじゃん。さっきのライブ最高だった。あれで落ちるのなんておかしい。みんな見る目ない。
なのにみんな悔しくないふりなんかして。そうなの、いつもの私だけで十分でしょ。ムニちゃん、さっきのライブ最高のパフォーマンスだった。みんなもリンクも私が証明してやるんだから。ムニちゃん、リンク、ムニちゃん、おにぎり本当にいらない？いらないってば。そっか、そうだ、みんなに。